アントニオ・マリオ・タグーバは、アメリカ合衆国の陸軍軍人、アブグレーブ刑務所における、捕虜虐待についての内部報告、いわゆるタグバ報告書を作成したことで知られている。フィリピン・マニラのサンパ・ロック地区で生まれた。彼の父トマスは、第二次世界大戦中のフィリピンの戦いで、日本軍の捕虜となり、バターン氏の行進を体験、後に脱走して、抵抗運動に加わった。 母マリアは、マニラ市内の日本軍捕虜収容所から道を隔てた場所に住んでおり、捕虜が銃剣で刺殺されたり爪を剥がれたりしたことを彼に話して聞かせた。1961年、一家はハワイに移住した。1968年、レーレフア高校を卒業。1972年、アイバホ州立大学の予備役商工訓練課程を卒業して陸軍に入隊し、 韓国、西ドイツ、マイホンドなどで勤務した。1981年に結婚。1997年には順庄に昇進して、陸軍の歴史上、フィリピン系アメリカ人としては、エドワード・ソリアーノに次いで二人目の召喚となった。2004年1月31日、連合軍地上部隊司令部補給副司令官の職に、あったタグバは、アブグレーブ刑務所における、 捕虜虐待についての内部調査の担当者に任命された。同年3月3日、報告書をデイビッド・マキャナン中将に提出した。この一部が CBS やザ・ニューヨーカーにリークされ、捕虜虐待の実態が明るみに出た。報告書が公になってから数週間後、タグバはクウェートでアメリカ中央軍司令官、チョン・アビザイド大将の公用車に同乗したが、アビザイドは お前とお前の報告書は調査されることになると脅しをかけてきた。タグバは、その時、陸軍に入って32年も経っていたが、マフィアにいるのかと思ったのは、それが初めてだったという。2006年1月には、陸軍参謀次長、リチャード・コーディ大将から電話を受け、翌年1月での退役を迫られた。結局、タグバは2007年1月に退役した。ありがとうございます。